はい、皆さんこんにちは、キノブの高橋です。今日はタケノコの木の芽をしようと思います。ポイントはぬかと大根の葉っぱです。普通タケノコの木の芽というとそのタケノコが主役になりますけれども、今回はそのタケノコという食材の下支えをしている食材、これのご紹介をしたいというふうに思います。ぜひお楽しみにしてください。はい、まずはタケノコを湯がいていきます。表面が皮で覆われているので少し中までお湯が入りやすいように切っておきます。タケノコを入れて、それから鷹の爪を、2、3本入れて、ぬかを入れて、ぬかを入れるとタケノコ食べるときにこうイガイガする部分があるんですが、それがそのぬかと一緒にひっついてタケノコに入っているそのえぐみが弱まるというような効果が得られます。これを自然に冷ましておきます。熱が取れたら水にさらしてぬかを落としてください。タケノコの和え衣を作っていきます。白味噌、お砂糖とそれからお酒を足してお味噌を練っていきます。お酒に含まれる有機アミノ酸、旨味成分がたくさん入っていますので味わいを深くする意味で、お酒を混ぜます。強い火にかけると白味噌自体が苦くなるので、酵素が働く60度ぐらいまではゆっくりと練っていただくのが非常に美味しいお味噌の仕上がりになります。木の芽和えというのは皆さんご存知の通り色が緑の色をしています。それは木の芽だけで緑の色を出そうとすればすごくピリ辛で強くフレーバーが強すぎるので、ですけど緑の色をきれいに鮮やかに見せるがために青寄せというものを使います。大根の葉っぱ、これを湯がいてここから青寄せを作っていきたいというふうに思いますので、ちょっとご覧ください。野菜を湯がいていると色が出てきます。これえぐみを出しているので必要なものを取り出して料理に戻すっていう作業がとてもなんかすごい素敵やなというふうに思います。これはフードプロセッサーにかけていきます。下の細かく潰れている部分だけを鍋に入れるということです。これもやっぱり泡々と茂ってて彩りが良くて新鮮なものの方が香りがありますし味わいもあるので、そういったものを使うことによってタケノコの本来の味が出てくるということになります。煮出していくと水分でないものが上に浮いてきます。で浮いてきたらすくってそれを氷水に落としていきます。冷ますことで色止めをします。このまま湯がいてるとどんどん茶色になっていくので、この緑の綺麗な色を残した状態で色止めをします。冷えましたのでこれをこういったさらしを手繰り寄せて縛ります。このように緑の細かい芽の青寄せができます。これを木の芽和えの生地に混ぜていきます。次に味噌を入れて混ぜて、こういうちょっと黄みがかった色になります。こういった緑ですとその春が来たっていうイメージの色ではないので、こういった青寄せというのが必要になります。どうですか、全然違うでしょう。これの色だけでさっきの色と比べた時にこちらの方が美味しそうに見える。先ほどの木の芽味噌で和えていきます。水が出てきますから塩分で、なので和えたらすぐに器に盛り付けてお客様に召し上がっていただくと、そういう風に仕立てるものが、こういった和え物です。次の料理人はこの方です。